今回は久々にニューロモバイルの実際にね使ったレビューの方やっていこうと思うんですけれど、これねちょっと前回ニューロモバイル届いてすぐに1回目のレビューをやったんですけれど、ちょっとねそれからねちょっと体調の方崩してしまって、自分がねメインでやってるゲーム実況の方はね頑張って配信したんですけれど、ちょっとさすがにねそれ以外の実況までやる力ってのが残ってなかったので、後回しにしてしまったんですけれど、でもその間もねどんな感じでニューロモバイル使えるか実際に使っていたので、それのね報告していこうと思います。でこのニューロモバイル自分が使っているのはこちらですね、この見えますか、左下プラン5時間1日5時間プランの SMS なしプラン、この人2500円ですね、時間プランで契約しています。でこのプランっていうのがまあ結構ね斬新なプランで、5時間だったら容量関係なく使い放題だよっていうやつですね。1日5時間なんで、まあ単純に30日で考え、1ヶ月で考えて30日で考えると150時間使い放題だよっていう感じですね、っていうので試したんですけど、どんなね場合に使うのかと思って、一応今回もねこのねATAMのモバイルルーターで試してみました。これを使って Wi-Fi 飛ばしてやる感じですね。で試してみたんですけれど、今回ね試したのが YouTube、 ニコニコ動画、 FC2 動画、FC2 動画じゃなくて FC2 ライブですね、FC2 ライブ、アメバ TV、 この4つかなを試しました。プラスね、月末の混む時間帯とかもどうなのかなって、その辺もね、ちょっと触ったので、まあ、その辺もね、軽く言っていこうと思うんですけど、自分がね、契約してるもう一つの SIM、ちょっと面白い SIM のね、U モバイル 25GB っていうやつも、ちょっとその月末のね、報告、試したので報告しようと思うんですけど、こちらね、また別動画としてやろうと思いますので、一応今回はニューロモバイルさんだけのでやっていこうと思います。で、結果的に言うと、YouTube、問題なく混む時間帯でも意外と見れます YouTube。 やっぱねニューロモバイルもそうなんですけど、ニューロモバイル特になんですけど、ニューロモバイルスピードテストやるんですけど、スピードテストちょっと待ってくださいね、ドコモのスピードテスト、これですね、このドコモのスピードテストっていうのをやったりするんですけど、どうなんだろう、ほんとね速度は全く出ません。でこれがねなんで出てないのか本当にわからないんですけれど、全く出ませんなんですけど、まあ、月末の話なんで、まあねちょっと YouTube の話になるんですけど、ほんとね 0.3 とかしか速度を測っても出ないのにも出ないんですけれど、 YouTube 普通に見れます。なんでなんだろうね、そこはねちょっとスピードテストに出ない何らかのものがあるのとかちょっとわからないんですけれど、 YouTube ね普通に見れます。で FC2 ライブ、微妙、ライブ配信なんでリアルタイムでね配信してるやつなので、向こう側の環境とかその辺もねちょっと何とも言えないんで確実なことは言えないんですけれど、調子がいい時はね普通に見れて、たまに途切れたりすることがある、そんな感じですね FC2 ライブ。ちなみにこれね混む時間帯の話で、普通の時間帯だったらね割と普通に見れます、もちろん。でニコニコ動画なんですけれど、ニコニコ動画ね厳しい、それもねちょっと理由わかんないんですけど、ニコニコ動画がねとにかく見にくい。このね格安 SIM U モバイルも同じだったんですけれど、YouTube とかはね割と見えるんですけれど、格安 SIM ニコニコ動画がね非常に見にくい。再生がね全然できなかったり、すごい待たないと見れなかったり、なんでニコニコ動画をメインでやる方は格安 SIM 向いてないのかもしれないです。試した結果ね、混んでない時間帯でも重かったりすることあります。ニコニコ動画は混んでない時間 YouTube とかはサクサク動くんですけど、ニコニコ動画は、まあ、普通の、ね、方が混んでるって言われる時間って昼の時間帯だって夜の時間帯に、まあ、YouTube は、ね、混んでちょっと混雑することはある
があるんですけど、ニコニコ動画はその2つの時間帯、昼とかの混む時間帯、夜の混む時間帯を除いても再生がねギクシャクしちゃうことがある。なんで、まあ、正直ねニコニコ動画はね向いてないのかなっていう感じです。で残るやつは何かな、アメバ TV か。アメバ TV 普通に見れました。はい、アメバ TV もねリアルタイムで配信なんでちょっとね厳しいのかなとか思ったんですけど、別に普通に再生続けられました。うん、なかなかねいいなと思って、ちょっとアメバ TV っていうのもね今までの使ってなかったんですけど、ちょっとこの今録画に使ってる iPhone7 Plus でね、ちょっとアメバ TV 見たりとかしてます。あと Amazon プライム TV かな、 Amazon プライムビデオか、うん、もう試しました。これもね普通に再生できました。うん、時間帯によってねたまに止まったりする感じの挙動も示すんですけれど、まあ許容範囲かなと。まあ人それぞれなんで、まあ、サクサク動くって思っちゃうと厳しいかもしれないです。とか一番高画質でやってサクサク動くの目標とかだと微妙かもしれないんですけど、そもそものね SIM で使う理由っていうのは、今回ね今ルーターで最近使っちゃってるんですけど、基本的にはね SIM で使う利点、大きな利点としては端末に入れられるっていう点なんで、そうですね、大画面で見たりとかそういうのを除くって考えて、スマホで見る iPhone7 Plus ぐらいのレベルの大きさの画面で見る、その辺を考えるんだったら、まあ別に画質ね多少1個か2個落ちていても、うん、そこまで気にならなく見れるのかなっていう個人的な感じですね。うん、それともう1点、ニューロモバイル時間プラン気になりますよね、この必要な量を使い放題。うん、この点ねすごい気になってて、自分もね問い合わせしたんですけれど、問い合わせの際いただいた回答としては、5時間であればね、どんだけ使っていただいても、うん、制限かかることはないですよっていう感じで言われたんですけれど、実際ね、先ほど言ったようにこれもしかしたら物によって規制をかけてる可能性があるかなってレベルなんですよね。なぜか YouTube とかは軽く見れるのに時でも、そうニコニコ動画は見れなかったり、まあなんかねいろいろねちょっと不思議な不自然なね、その速度としては、でそもそもねスピードテストを測ると 0.3 とかしか出ないと。どう考えてもね 0.3 で YouTube がねサクサク綺麗な画像で見れてるってのもおかしな話だし、アメバ TV もね連続で見れたりするんで変な話なんですよね。まあその辺が、まあ、詳しい方がねなんか解説とかしてるのかもしれないんですけれど、そんな状況で、まあ、どれぐらいね容量使えるのかなと思って、一番ねちょっと簡単にできる方法で試してみました。それが YouTube とかだとね、まあ探せば5時間とかの動画あるのかもしれないんですけれど、ぶっつけでずっと見続けるっていうのは難しかったので、アメバ TV 5時間つけっぱにしておきました。でもこれがね、まあもっと多く使うことは可能だとは思うんですけれど、まあ簡単にねできるのかなと思ってアメバ TV 5時間つけっぱにしてみました。でね、結果的に言うとだいたい5時間で約3ギガ使いました。5時間で3ギガ、まあ、これがね多い少ない、まあどうなんだろうな、難しい範囲ではあるんですけれど、約3ギガなんで、まあ、単純計算ですよ、まあ、そういうね要は動画サイトを見る、まあ、アメバがねどれぐらいのレベルのパケットを使うねレベルに当たるのかわからないんですけど、まあ、5時間で見ると3ギガ使う、だいたい使えるよってことが分かった上で、30日間まあ5時間ずつ見るとする考えていくと、まあまあ単純計算ですけど、まあ90ギガぐらい使えるのかな、使おうと思えば。もちろんねその5時間の後、その後別に規制がかかることもなく日付をまたいだらね普通に使えたので、どうなんだろう、本当はねもっと使ってみたいなって気がするんですけど、ぶっちゃけ先ほども言ったように制限かかってんじゃないかなって言った理由が、iPhone7 Plus でね今録画してるんですけれど、 Apple からApple のね Apple Store からとかダウンロードゲームしようとかしたんですけど、めちゃめちゃ遅いんですよ。うん、重たいやつをね落として試してみようかなと思ったんですけど、速度が全く出なくて、まあね時間かければ落とせるって感じだったんですけど、そんなね一個一個時間かけてダウンロードしてまたダウンロードしてっていうのがちょっとめんどくさくて、それだったらね、まあ実用的な範囲で言えば、このアメバ TV とかってね連続でずっとやってるんで、まあ学校とかね職場仕事してる方でね、仕事、まあ普通の昼間働いてる方で考えると、
まあ、家に帰ってきてね、7時か8時ぐらいにいろいろ終わらせてね、でそこから見るというふうに考えて、まあ、12時なり1時ぐらいまで見ると考えて、まあ、5時間ぐらい、まあ、日またいちゃうんで、12時過ぎちゃうと日またいちゃうんで、まあ、7時から見るとして5時間ね、たっぷり見れるんで、うん、そういう使い方をするっていう考え方がね、まあ、なんていうんですか、日常で考えたら普通なのかなっていう、あまりね、その毎回毎回重たいゲームをダウンロードとかばっかり毎日するってことはまあまあないと思うんで、そう考えるとね、ある程度の重さの動画をずっと配信してるサイトで試すってことで、まあまあある程度の判断基準にはなるのかなって感じですよね。なんで、ニコニコ動画、先ほど言ったようにニコニコ動画を見る方はおすすめできないんですけれど、まあ、YouTube やね、先ほど言ったアメバ TV を垂れ流したい、アメバ TV 垂れ流し系のねコンテンツもあったので結構っていうふうに考えることであれば、普通にね契約した携帯であれば90ギガぐらい使っちゃう、まあしかももっとね画質がいいものだったり、まあその多少のね上げ下げもあると思いますけど、使う5時間で使う容量っていうのがなんですけど、まあまあまあ最大で言えばね90ギガ使えて2500円、うん、Uモバイルねよりぶっちゃけ1ヶ月使える量は多いかなと思いますね。まあ使い方次第だと思うんですけど、逆にね、5時間以上連続使用ができないんで、もしね、休みの日にがっつり使いたいとかって人に言わせると、その5時間っていうのよりも、ガツンとね、容量がいっぱいある方がいいっていう方もいると思うんで、まあその辺はね、人それぞれだと思うんですけど、まあ休みの日だからってね、1日何十時間、十何時間も使うっていう人もね、そこまで多くはないと思うんで、まあ5時間プラスね、自分の持ってるスマホを、の時間を使うとか、そういう使い方もありなんじゃないかなとは思います。そんな感じですね。今ニューロモバイル使った感覚としては、うん、まあまあまあ悪くはないけど、まあUモバイルも同じですけど、結局これを見てる方でね、これをサブで持ちたい、自分のね使ってる携帯、容量がちょっと足りないと毎月使うパケット代ので、そこでねパケットを上乗せしてもいいんですけど、それよりもねちょっと面白い、プランを使って、まあ、余分なね部分、メインとは違う部分でね使うパケット分を使い探してるよって方であれば、メインの他にサブを持つっていう方であれば、まあ2500円のこの5時間のやつ持ってもらって、まあね5時間超える分には自分のメインスマホを使ったりとか、そういう考え方でね使っていく分にはいいと思うんですけれど、今回もUモバイルもね、メイン携帯にはおすすめできませんよってお話した通り、ニューロモバイル、こちらもメイン携帯にはね、とてもじゃないけどおすすめはできません。うん。そのね、速度が出てないように見えて、本当は出てるのかもしれないとか、そういうね、微妙な部分はあるんですけれど、それを除いてもね、そもそもこの自分の今録画してるね、iPhone 7 Plus であれば、もともとニコニコ動画とかもね、快適に全部、どの時間帯でも見れますし、速度計なかったらね、いつでも、いい速度ね、ある程度も問題のないレベルの速度が出てますし、もちろん YouTube だったり FC2 ライブも問題なく使えますし、Apple Store でね物をダウンロードしたい時も高速でダウンロードできるという状態がある上でね、多少ね遅延があったりとか、なんか問題があってもね困らないよっていうサブとしてもう一個持つっていうので、この5時間プラン持つと面白いのかもしれないんですけど、あとねの地域差ももちろん今回ね言っておきますけど、あくまで自分の使った地域での話なので、こういうね格安SIMっていうのは意外とね地域差っていうのがものすごいあるらしいので、自分はね移動しないんでよくわからないんですけど、もしかしたらねその地域にあってものすごい速さが出る場所もあるのかもしれない、なんでそういうのをね確かめた上でやるんだったらいいと思うんですけれど、これをね今持ってるメイン携帯からね、まあ、安くなるからって理由でこっちに移しちゃうと、ルルカ的には後悔するんじゃないかなっていう風に、思います。あくまでね自分が使ったレビューなので自分のね意見を言ってるので、もっとね他の方でねものすごい良かったよって方もいるかもしれないんで、まあ、試す価値はあるとは思うんですけれど、とりあえずねもうちょっとネットとかもうちょっとね施設がね強化されたりとか、こういうね格安 SIM も定期的にね一応設備強化っていうのはされるらしいんで、それが入るとね劇的に上がったりする場合もあるようです。でそういうのがね入って
速さがね出るようになったらね考えてもいいかもしれませんが、うん、この時点ではねメインスマホにするには、うん、厳しいかなっていう。まあ先ほど言ったようにね、あのアメバ TV 混む時間帯、そのね要は7時から12時なんかね、その速度を測った時は、あのパケットねどこから使うかって測った時に自分が見たのはその時期ですね、その夕方以降から5時間で測ったので、もちろん混む時間帯も入れてね行けたんで、アメバ TV だったら行けるんじゃないかなとかをね、まあ見るんであれば1日5時間見て90ギガ使えるんで、タブで持ってね結構いいのかなと思いますけどね。正直90ギガ使って2500円だとね激安ではあるなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、そんな感じでニューロモバイル自分がねちょっと今使ってみて、どんくらいかな、契約してどんくらいなんだろう、10日間ぐらいかな、契約してまあ10日経つか経たない、1週間ぐらい、なのかな、まあ試してねそんなには経ってないんですけれど、うん、今のところの自分の使ったみたいな感想です。もしねあのこの他にも何か試してほしいよっていうことがあれば、あのそういうね試すのも含めて契約したね端末なんで、多分 U モバイルの方、まあね2個の実験をしてるんですけどね、 U モバイルの方が多分10日前後で回復しちゃうと思います。うん、このままね続けて使いたいとは思わないものだったので、結局うん試しにね買ってよかったら使おうかなってこちらも思ってたので、まあ、結果的にね、まあ、最低限使えなくはない感じはするんですけど、まあ、これにお金を出してまでね、ずっと持ってることもないかなっていうレベル。で、こっちにいた、こっちも、今月、こっちの場合はね、今月末までかな、が1ヶ月分になるので、まあ、20日前ぐらいまではね、どちらにしろ持っているので、まあ、劇的にそのまでの間に、うん、通信環境がね、変わって、うん、まともに動くのであれば、続けるかもしれないんですけども、20日ぐらいでねこのままだったら多分やめてしまうと思うんで、それまでにねあのこんなことねやってもらえますかとか、自分こんなサービス使ってるんですけどそれに耐えられますかとかね聞いていただければ、できる範囲ではね試してみようと思いますので、気になる点があったらぜひね YouTube のコメントだったり、あの YouTube の、ね、YouTube のビコンの欄に Twitter の ID とか載っけていますので、よろしければねあのフォローいただければ、無言でもねフォロー返しますので、そこからねあのコメントだったり、まあ、メッセージ送っていただければね、あの YouTube にコメントが残るのが嫌っていう方であれば、うん、あの Twitter でね直接メッセージいただければ、こんなことやってもらえないですかっていうのを聞いてもらえば、自分のね持ってる設備でできる分にはやります。もしねなんか特殊なね機材が必要だったり、特殊なサイトに登録しなきゃいけない場合はねちょっとできないですっていうこともあるかもしれないんですけれど、まあ、一応ね聞いていただけたら、気になる点言ってもらえれば、このね5時間プラン、先ほど言ったようにね自分はメインで使うにはちょっと厳しいかなと思うんですけど、うん、実質ね使い方によってはね90ギガ もしかしたらもうちょっと上までいけるぐらいを使えて2500円って考えたら、まあ、あの物のね人それぞれ使い方が違うと思うんで、使い方によっては、ね、めちゃめちゃお得な可能性も秘めてるとは思います。 U モバイルはあくまで25ギガですけど、この5時間っていうのはサポートセンターもねちゃんといくらでも使えるって言ってるんで、その規制がねかかんないっていう分があるんで、もしうまく使えるんだったら100ギガ超えもね夢ではないかなと思うんですよね。正直あのアメバ TV アベマ TV かアベマ TV だけで、うん、90ギガね理論的には使えるんで、もうちょっとねうまく使えば100ギガとかもいけるのかなって気がするんで、まあその辺を考えてね、あのこれいうの使ってるんだけど耐えれますかみたいなのが聞いていただけたら、そのねコメントいただいたらお答えはしようと思いますので、でお答えでねそのコメントに対しての基本的に自分の場合ね、あの言葉で言ったりとか、あの文字でね言うよりもあの動画で撮った方が早いと思うので、分かりやすかったりね、もうできる限りあの再現してね動画にしてアップしようと思いますので、よろしければコメントの方もお願いします。こんな感じで近いうちにねあのこの自分のね試してるニューロモバイルと一緒に試してるね U モバイルの方のね月末の実験結果とか、まあ、その他ねいろいろもろもろアップしていきますので、よろしければ右下の方にチャンネル登録出てると思いますので、チャンネル登録の方お願いします。またねあのスマホから見てる場合はチャンネル登録のボタンないと思いますので、あの普通のね真ん中の下の方に多分あると思いますので、よろしければチャンネル登録のお願いします。今回動画の方を見ていただいてありがとうございました。